エルンストは、ウェーバイエルミュンヘン公、ヨハン2世の長男、ビルヘルム3世の2位。1397年に、父が死亡したため、弟のビルヘルム3世と共に相続した。しかし、叔父のウェーバイエルインゴルシュタット公、シュテファン3世が領土を奪おうとしたために対立、ミュンヘン市民の暴動まで発生し、プファルツ選定公ループレヒト3世への仲介で、エルンスト、 ビルヘルム3世の領有で解決、暴動も鎮圧された。その後は、いとこのシュタバイエルンランツフート公ハインリヒ16世と同盟を結び、もう一人のいとこ、ルートビヒ7世と戦った。1429年、当園のシュタバイエルンシュトラウビング公、ヨハン3世の医療をルートビヒ7世、ハインリヒ16世と分割、エルンツとは、 シュトラウビングを中心とした領土を獲得した。晩年は、このアルブレヒト3世と結婚問題で対立、アルブレヒト3世と、密かに結婚したアグネス・ベルナウアーを1435年に殺害したが、11月には僕、アルブレヒト3世が別の女性と結婚することで、事態は解決したが、1438年に死去。1395年。 ミラーの選手ベルナボ・ビスコンティの娘、エリザベッタ・ビスコンティと結婚。アルブレヒト3世、ベアトリクス最初にヘルマン・フォン・シリーと結婚。次にプファルツ・ノイ・マルクト公・ヨハンと再婚。エリーザベト最初にユーリヒベルク公・アドルフと結婚。次にハッソ・フォン、ライ人間と再婚。アマーリエ、ありがとうございます。